大正15年9月広島豪雨災害とは、1926年9月に発生した一連の水害。この月は、全国各地で災害が発生したが、本校では、広島県のみに限定する。中野村水害記念碑1926年9月は、台風の上陸や都価値だけが噴火するなど、全国的に災害が発生した。その中で広島は、 集中豪雨による豪雨災害に見舞われた。正式な災害記録として残っているのは9月11日と9月23日の2度で、時刻はどちらも未明であった。1日最大雨量は339.6ミ、mm、リメートル、時間最大雨量は79.2ミ、mm、リメートル、どちらも広島市で記録している。1879年に発足した。 広島速攻所にとっては当時観測史上初の雨量を記録している。集中豪雨は11日のみで23日は同月の他の日と比べ降水量が多かったとはいえ11日ほどではなかった。この集中豪雨は正式な災害記録の中では広島市を中心とした周囲1 0トルの非常に狭い範囲で起こり、中でも現在における朝北区、浅南区、東区、 秋区から秋郡府中町の五砂草山にかけて河川氾濫や土砂災害が発生した。特に、瀬戸川水系畑川流域の秋郡、畑村と大田川水系山本川流域の朝郡、山本村は大損害を受けた。畑では山陽本線特急列車脱線事故が発生している。なおほとんどの被害は11日に出したものであり、23日は、 列車事故を伴った畑での災害のみであった。被害記録は水害費などによってその9月10日から同月11日までの広島県内のみの走行水量分布が3 0 0、mm、トル以上が2 0 0、mm、トル以上が1 0 0、mm、トル以上がそれ以下。台風は8月から発生していたもののこの時点では日本上陸せず。 9月に入り4日朝北端海峡から上陸した台風は北東方向へ進み猛威を振るい関東地方を特に埼玉県で被害を大きくした9月7日にフィリピン付近で発生した台風は日本に上陸せず北西に進み9月10日には中国アモイ市に上陸しているつまり広島にはこの時点で台風による被害はなかった一方で9月においては 太平洋高気圧は常に小笠原諸島にあり、西日本では至るところで複低気圧が発生し、不安定な天候が続いていた。広島測候所の資料など、一般的な水門資料の洪水年表には記載されていないが、9月8日に大田川流域で洪水災害が発生したとする記録もある。9月10日時点で、広島測候所は付近に低気圧を観測しておらず、 中央気象台によると、同日18時に、津島海峡から中国山地に沿って若狭湾まで、不連続な気圧の谷が発生していた。その南側に、局地的な小低気圧が発生し、これが9月11日未明の豪雨となった。その後、また副低気圧は、日本海西部に発生し、9月22日に、津島海峡にあった低気圧が東側へ移動したことにより、 9月23日未明の雨となった。被害数は大きな被害を出した地区の個別の資料として残っているが、その他の地区や全体数は不明である。浸水被害は全体で1万個とする資料もある。1234号大成院員畑か畑に山本、三口田、四六品、五府中町、青色は元町。ちなみに県庁舎を基準とした直線距離で、 はたは9キロメートル以内、口電は8キロメートル以内。以下、広島県が公式記録として採用している資料である、地理学第18号、広島湾岸地域の山津波災害に記載された死者、行方不明者数を示す。なお他の資料によっては、人数が異なる。これらは、東から五座総山、高尾山 -2 が、城山、大田川を越えて、武田山で、 土砂災害が発生していたことを意味する。また、東区にある尾長天馬宮がこの豪雨での山津波により倒壊した記録が残ることから牛田、山でも五福島の大勢員が土砂で埋没した写真が残されていることから、現在の2日市市でも土砂災害が起きていたとわかる。その他、登町小学校付近で出水により船で通行している写真がある。当時登町小は、 中区上町公園の場所にあったことから、市内中心部で浸水被害が発生していたとわかる資料である。一方で、同月15日つまり、集中豪雨から4日後に撮影された元町、大手町の映像では、災害があった形跡は見られず、唯一元町の西連平城の地面がぬかるんだ形跡が見られるのみであること、さらに当時開業していた広島電鉄関連資料にも、 災害復旧の記録はないため、市中心部は顕著な被害が発生しなかった可能性も、ある。当該河川を2015年現在の地図に示したもの。河川改修により当時の流路と違うものがある。右から、畑川、榎木川、府中大川、沼島、江ノ木川の源流の左側付近にあたる。畑後佐草山の南側に位置する、この地は、中小の渓流が多く、 各家谷、横井で、西街地、水谷、ため角の各渓流が、畑川に流れ込み、そして瀬野川に合流する。9月11日未明、連日続いていた豪雨により、各渓流で土石流が発生し、畑は後輩の地と化した。家屋、電畑、道路、堤防、橋梁と多くは流出し、死傷者を出した。被災者100人を村港に収容し、 6日間かけ行方不明者を捜索した結果、死者35人、発見、1人行方不明のままとなった。復旧工事には、近隣市町村からの応援含め2万5千人と、陸軍第五師団工兵隊600人であたり、一応の応急処置が行われていた。そこへ9月23日未明、再び豪雨により、畑川は決壊する。 土砂が山陽線中野駅まで到達し線路を決裂し、山陽本線特急列車脱線事故を引き起こした。以降、国の補助や県による直轄工事として復旧工事が進められ、1930年すべての復旧が完了した。府中町11日未明、豪雨により江ノ木川で河川氾濫した。死者3人、負傷者不明、家屋流出は26個。 東海101個、流出田畑が65.4ヘクタール、堤防決壊は約6.3キロメートル、橋梁流出は20カ所、被害総額は100万円を超えた。ぬくしな11日2時ごろ、豪雨により土石流が発生し集落を襲った。死者4人、負傷者1人、流出家屋は115個、 道路陥没が2439メートル、流出田畑が4552アール、堤防結界が4320メートル、ぬくしな村の橋は全部落橋した。被害総額は約50万円。当該河川を2015年現在の地図に示したもの。河川改修により当時の流路と違うものがある。左が山本地区、右が口田地区。 山本11日7時ごろ、山本地区の西から南にあたる海波様、7局で山崩れが西方向にあたる、権限川、三谷川で土石流が発生し、下流の西山本側に大量の土砂が流入した旗や家屋を襲った。歴史者24人、負傷者21人、家屋の内流出が16個、半流出が16個、流出田た旗が約30ヘクタール。 復旧は、近隣町村からの応援や陸軍代後、師団工兵隊も手伝って行われ、国や県からの補助を受け1928年3月、ほぼ全ての復旧工事が完成した。なおその同年6月に、また豪雨被害に遭っている。口電11日1時頃、この地区を猛烈な豪雨が襲い、5時頃に、矢口はじめの谷川と、お台和坪川で、土石流が発生した。 三次街道、原関道37号、上地図赤線沿い口で郵便局まで土砂が到達し、家屋を倒壊した。この地区の死者は三人、内岩坪川によるものは一人で、土石流により、家屋が倒壊し下敷きになり、市の谷川によるものは、警備に当たっていた、消防団員二人が、濁流に流された。ありがとうございます。